啊！お待たせしております。お疲れ様でーす。こんばんはー。ガンダム100%ハイパーQ X 休憩のもう一回もうウエストでしょ。
音がでかいんですよ。 OK、 ゲーム音を下げました。お疲れ様です。私5on5不参加でございますので、優勝チームは見たんだけども内容はまだ見てないのでネタバレなしでお願いします。まあ、XO のイベントもでかい大会終わって一区切りついたという感じでしょうね。まあ今日は何をやりましょうか。まあ、メンバーは篠の丸、農業、グリグラ、イサジ、シロ、そしてさよならエンペルとヌーという感じで、かなりちょっといつもとは毛色の変わったメンバーですね。さすがに昨日で疲れ切ってるんでしょうね。ヤッホー、こんばんは。スーパーストリートファイター 2X、 今日もイベントやっていきます。DP? DP って何？What is DP? What is DP? さあ、配信内でやってるのは 1P 側、さよならエンペルとドラゴンパンチ昇竜拳。なるほどね、ありがとう。アイシー配信内はさよならエンペルトとヌーさんの竜ですね。お、ニアさん来たね。さあ、シノニーが海外勢に声かけてくれたみたいなんですけども、シノニーもいないし海外勢も今のところいないですね。こんな感じなので、まあ、とりあえずやってみましょうか。スリーウッドとドンキーパンチ、ドンキーパンチ。あ、ペコさんも来た。
Hold on higher!
愛。
ガスからのプレイヤーは、うん、みんなこう経験則でやっていたところが、はいはいはい、先になって、ああ割とでも確かにこう足払い戦で足戦で股間振ってたりしますね、うん、はい、でそう俺も最初なんでこんな股間振ってんだろうっていうのはすごい思った。そうですよね、うん、理由が分かんないです。あともう一つあって、ダイヤ足払いキャンセル弱波動、はいはい、ヒットした時でも後ろに球残ってんすよ。ああ下がれないんで、あ、はい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 、起き上がりに台足で重なるんですね。なるほど、ああいうのもありですね。 あんまり使う場面ないですけど、あ確かにね、なんか波動でやっぱ押したいから、うん、できるだけ画面から消したいっていう風な発想の方が強い気がする、うんうん、まあ、わざわざ隙を作ることはないだろうっていうところですよね、うん、まあそろそろやりますか。彼にエントリーしてもらって、なんかルールどうでしょう。人数少なかったら、もうほんと一桁とかだったら一人かける5みたいな、一人ファイブみたいなのを思ったんだけど、キャラかぶりはなしで、なしで、うん、思ったんだけど、さすが、ま、にこの人数はもう無理まあ12なので、そうですね、3-4でいいかな。3-4、あー良さそうですね。彼にもいいチーム組んでもらって、はいはいはい、キャラかぶりは別にありでもいいかな。うん、いいと思います。そうですね、今日はさあ連絡は来たかしら。あ、明日の準備のためホテルに帰ったって。はーい、分かりました。なんだろうな、もしくはシングルやっちゃうか。シングル、まあシングルでもいいかな。帰れませんやります。農業しろタケチ 3体、3体かな、3体かな。まあ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 、まあ、比率的にはそれぐらいでいい気はするけど。ダルシムがいるから。あー、はいはいはい、タケチよりカワシムの方がいいかな。あー、そうっすね。どうだろう、ダルシム農業さん、僕かけるごの前夜祭だけちょっと見たんですよ。はいはいはい、農業さんがダルシムを殺しまくってて、はい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 、超やばかったんですけど、あれ、うん、キャラ差はないなと思いました。あそう、いくらなんでも殺しすぎですね、あれは。はまらないんだろうけど、一応理論的には理論的にはね。
そうしたらじゃあやるか、やろうか。シングルとチーム戦どっちがいいですか。シングルとチーム戦どっちがいいですか。シングルしばらくやってないですよね。純粋にもシングル、うん、いやシングルで帰れま天狗方式やるか、シングルトーナメントでもいいですし。ああ、いや、そっちの方が、前者の方が、前者の方がいいよ、うん、OK、個人的には。よし、じゃあカマシム来るまではそれね、2人5 on 5とシングルどっちがいいかな。なえ、キャミキャミやってんすかあれ。そろそろイベントやりましょう、そろそろイベントやりましょう。皆さんお疲れ様です。あ、ヘブン、ヘブンくんかな。ムーさんのコンピューター戦見ててもしょうがないからみんなイベントやりましょう。じゃあ、のじあいストップしてくださーい。はーい、のじあいストップでお願いします。6チーム、6チーム、5も長いな、長い。じゃあ今日はシングルで、海外勢にも分かりやすいルールということで、帰れま点ルール久しぶりにどうかなと。片側が強い人3人ぐらいで、それに合計10勝するまで 2P 側がずっと入り続けるやつ、長い。それをシロさんと農業さんと、どうだろう、カワシムさんあたりがいいかな、やってみましょうか。うん、帰れませんかえ、いや今日のメンバーだといくらでも死ねると思いますので、じゃあ農業さんとシロさんは 1P 側で
で、それじゃあトランプ、トランプ、カエデマテンルールをでは説明いたします。 1P 側が強い人、3名で農業、白、カワシム、この3名がずっと入れ替わり立ち替わり負けるまでずっとやってきます。で 2P 側の人がまあ、トランプ引いた順番に入ってって 2P 側が合計10勝するまで続きます。はい、という感じで先方誰でいきます？いないから、じゃあシロさん、じゃあシロさん 1P 側外れてください。はい、それでは1番を引いた人、タケチーキャミー、いきましょう。いきなり激アツカード、トコさん8番ね、オッケー。キャラクターは乱入する側は自由です。ですが勝ち抜いてる限りは変えらんないという感じですね。さあ白竜、白竜です。おー、スパイラルビーヨッタヒール、うまい。さあとにかく、とにかくタケチーキャミーも歩きが速いんです。さあワンピー側は白竜、農業残儀、カワシム、ダルシムという感じでお送りいたします。これ倉橋さんが考えたカエルマテンルールなんですけども、なかなか面白いですよね。うわーっと、箱のせいで夢が浅かった。さあ歩きライヤシ、白竜といえば硬さに定評があります。うわー、硬くない、硬いところじゃなかった。さあタケチ、まずいきなり1本カットへの農業さん、カーシュもまだ来てないので来る前に稼ごう。タケチが一勝、さあ農業残儀、農業残儀の、おっと、いきなりトーコさんに連キャンジャンプを見せましたね。どれだけ効果あるのかと。まあキャミーもキャノンが出れば落ちてしまうんですけども、
毎回そういかない。さあこれはこれは竹地キャミ強者の方に行った方が良かった。さあおーっとかける5本線にこの男出ていません。キャミーチームにはいましたが、さあ第2足入ってスクリューいけない。スピンドライブ入ってここは読み合っていく。中足らしいスパイラル入って投げ中足、おースクリュー入る。なあタケチーがなんと2勝。カワシムが来るまでに終わってしまうかもしれないよこれ。大丈夫か。2番引いたの誰。グリグラ。さあタケチーキャミーの恐ろしさがいきなり全面的にこう出ております。フーリガンドンピシャリ。さあ竜巻を使わざるを得なくなっている。フーリガン連キャンからおっとシャーミチューパン。白竜の硬さが、卵の硬さが出る前にこう内側に入っちゃってるんでもう半熟気味ですね。さあ波動モードに入ればなんですけども、さあ2度目はないぞと。しかしここは波動止まるんでしょというタイミングで前に来る。さあ歩き投げ中盤中盤キャノンで抜ける。マジか強い。おお歩き投げ足全然死んでいない。サファイアもらっためくり竜巻にキャノン入って出ないけどタケチ3連勝だー。野口さんこれを逆にした方がいい今からタケチーキャミー強すぎた。強すぎワロタですね。さあスピンナックル多分フーリガンでしょう。フーリガンとアクセルスピンナックルはコマンドが表記上は被ってるんですけども、フーリガンコンビネーションの方はしゃがみガードから出せるために実は単発でお互い2つも出せますね。さあチューチューチュースパイラル、あそこまで安全なのか。パッても透かせなかったですね今。さあタケチーキャミーが強え。先方タケチーが4連勝にリーチ。どんどんライフが減っていく。ワンピー側ダイヤ刺していく。ここは今のはキャノン読みでしょうか。ダイヤシモリッと密着だがキャノン入ってここガーマン。さあキャノンちょっと高かった。しかしこのステージ箱が邪魔すぎる。スクリュー入ってこれは死ぬか。死んだ。カースも来た。さあ連キャンジャンプで下がれなくしておいての高めからスクリュー。通常技じゃなくってキャノンを出すべきなんですけども、さあもんでおスクリュー入るからの詐欺飛び完璧。もうちょい待ちのもみ農業が止めて。さあグリグラ、あじゃあカードもらいます。3番を引いた人、3番を引いた人、おい大丈夫でしょう。3番さよならエンペルト OK。 じゃあ次、さあこのザンギというキャラ苦手キャラが多いです。それでもここまで使い込ませる魅力があると言えましょう。
さあ連間ジャンプから歩いて弾く。さあダブラリで下がっての劣化に対してスキル、あんなこともできるんですね。さあフェイド、うおわお。さあ逆にタクをボーディー高め。さあここで農業が2連勝、さよならエンペルト。さあ4番のカードを引いたのはペコさん。じゃあ 2P 側準備しておいてください。これ周回するので順番は覚えておいてくださいね。さあ僕が昔ネット対戦で泣かされまくった農業残儀です。確かね20連戦して1勝19敗でした。これ無理だなって思いますもん。当時残儀に一番負けたのは農業さんですね。さあグランドストレートがまあ強いんですけど、嘘でしょ。クレイジーガードで作り確定、さすがにやばいですね今のは。じゃあペコさん、さあ4番手はペコエスケン。ペコエスケンか、エスケンは X ケンと違って残儀戦はかなり攻めが強いんですよね。うわえぐい、あれ落ちないっすね。弱々スクリューに竜巻だが大野手もらって、あと一発、最後勝利しっかり待ってた。じゃあ川島さん次 1P が行ってもらうんで終わったらね。さあ開幕歩きに対して大野手入って投げていく、残儀使いフォーク使いは歩き投げを食らうと相当ムカつくという話。おっとまたしても水ジャン、この水ジャンですね。うおうわが、しかしうわいきなりいきなりスクリューが来る、なんだなんだなんだ、うわー怖い怖い怖い、ミドルさあ大野手空達を重ねるか重ねないかというあれですね。うっかり立ちガードすると2分の1でガフになりますので、でも今のはガフにならないところが重なってますね。詐欺飛びでガフにもできます。うわーダメライできない、さすがにきつい、あははー空達だった、ペコ勝利、これで4勝。いや、さあ4番手は誰だ、あれこれは4か、グリグラ、エンペルとペコか。うん、さあ今度はカオシム、やっと3人目が出てきた。うわ歩き昇竜根元でまだ空中、あんだけ踏み込まれると逆に手出せないですね。さあリードはペコエスケン、ジャクスラカラキャンファイヤーやってますね。ゼロスリーじゃねえんだ、あーぶい死んでしまう。空達巻き込まれ、当時の農業は目がキラキラしていたって今でもしてますよ。さあめくりは
テレポで逃げる嘘技ですが使いこなすのは非常に難しい。いいですね、あの相模中パンキャンセルファイヤー竜巻に対して非常に強いです。おお、しかしあーっとリバサテレポがうますぎる。この男、うっと大栄翔入っちゃって、あのどうなる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 、わペコ2連勝滑った。じゃあ5番手は誰ですか、ミヤさんね。今のところ2ペイ優勢なんで最後まで回んない可能性すら出てきましたね。さあさあさあ、前回やった時は倉橋沼とかそんな感じだったんですよね。何周させられるんだという感じでしたが、今日はちょっとブランクのある白竜とキャラがいまいちな農業残機、そしてテレポが大好きな川島と、おっとフルヒットしない、数えている、数えには定評のあるペコ。さあリードはこれで分かんなくなったぞ、若干竜有利か。だーっと真空タスキをキック漏れていた農業さんがコメントでディスられてますね。正月さんと滝場さんにディスられてますね。アッパーマジか、読んでんだぞと言わんばかりのアッパー。さあ流星はペコエスケンですが、真空でひっくり返るぞ、打ったがこれは数えている、飛んでくる。勝利避けてバックジャンプ竜巻、危ないところは勝負をしない。勝利を歩いてからしっかり出る。さあタッチューバー、これもおしゃれ、チューチュー、そしてビオリーチから前に行く、コレクセイコレクセイ、波動飛んでいる、ライン揃えて、おーっとまだ分かるぞ、全然ある全然ある、飛びが落ちないところ知っているが下がってファイヤー。じゃあ5番手ミヤ、ミヤさん X ケン、まあキャラクター自由ですんでね。6番は山田さん、カードください。はい、さあミヤ X ケン、そして6番は篠丸さん、超久しぶりですね。あ、剣戦は一時は詰ませる勢いだった白龍、空脱から吸収していく昇龍拳、竜巻かかとに勝っちゃうんですね。あーやらかした、真空は使う、バックジャンプから前ジャンプで拾いましたね。さあ僕もかわしもとやりたいんだけど、農業さんと当たりそうな気がするぞ、それは無理だな。さあ飛びからの波動拳、宮剣は一発を持っていくのがうまいですね。昇竜拳、もう何度も飛びは通してくれない。さあ前にガンガン詰める、これはいいですね。昇竜拳からジャンプからが切り返してゲージも溜めて、おっとさあ下がりすぎた、昇竜しっかりしている。さあ6番手篠丸、ということは7番手がムーさん、
皆さん次ね。さあ篠丸龍はオレンジ色になっている。あ、そっか、もともと水色ですからね。篠丸さんはサガット使いになったんじゃねえかっていう噂があったんですけども、今日は龍、おー、届かない届かない、投げるまあまあまあ、よっぽどゲージが欲しかったんですよね今のは。ちょっとさあ、今の影縫いですね、影縫い足払い、立ってすかそうと、いい投げ、うまい、昇龍切り返す、ねずみかす巻きから画面真ん中に逃げる。さあ白龍がペースを握っている。端っこで波動の削りだけで大ダメージ、そして投げが通る、下がらせない。これは真空が怖い状況、使った。さあ見てからが出ない、時間がない時間がない時間がない、昇竜かすったが死なない、300点では死なない、死の丸いきそうだった。さあどうなる、内容はすごいいいですね。昇竜いろいろフェイントを混ぜて飛び移っていく。さあ白竜ゲージも持って画面端、どうすんの、歩き投げ、これはメド。さあムーダルシム、白龍対ムーダルシム、すごい死に方をしそうですね。ふたちゃんには勝つのに、ふたちゃんには勝つのに、もう負け方が派手すぎて、なんかすごく弱そうに見えるムーさん。あーはー、真空モリモリ第5数固めて固めて、波動波動、さあぶっ走らい密着、さあ真空を食らってはいけない、これはもう最低条件ですね。さあ誘導り大足、さあいいペースで端まで近寄ったが、真空がもうちょっとで溜まりそう、たまらせてしまった。ここでどうする、前にはいかない、しゃがみ中盤見てから押したぞこの男。さあ食らって食らって、真空がぶっ刺さる。いや今のドリルはすごいですね、ドリルを使い込んでないと我々できません。あ、しかし白龍はダルシム戦も相当得意です、本当に無駄なダメージを食らない。さあ掴んだ、勝負いった、高い高い高い、裏に行こうとしたが投げる、受け身で安定、しかしワイヤーもらって真空昇竜拳、どこ、ドリルすんのかーいですね。さあここで投稿フランス勢の残儀使い、確かフランス勢、さあ農業さんの神プレイを見て、今日はの試合のそこそこに
農業道場に参加していましたが、これを本国に持ち帰ったらえらいことになりますよ。とにかく残虐界考えてることが細かいですからね。さあ昇竜拳もらってしまう。さあ回っている大足もらった。竜巻からのさあ飛びをしっかり落とす。うわ昇竜きつい。さあ端っこに行って、うわーしっかり落とされる。では僕が出番なので行ってきます。次は2回転バイソンですね。こうさっきまあ農業さんにはもうボコボコに前にやられたことがあると言ってたので、多分まあこのタイミングはありなんでしょう。本人的には殴り合いしっかりガードしてるが厳しい。おう中田投げ、あー最後タイミング ずれた怪しかったですね。あ終盤しっかりガード、ゲージ貯めて、ちょっと今対空を出せなかったが、これがちょっとこれは厳しいですね。ニョイボー、さっきの竜はあれですね、打ってくれるかな。そうシロさんですね。さあとか言ってる間に、2回転対農業。おアッパーからの投げ、鉄板のレグガードしたら死にますねこれね。あ、危ない、バニが出てなかったら死んでた。死んだか。優しい方、優しい、遊んでるのか。ただそう、あ、残虐映像ということで、はい、あのお楽しみいただけましたでしょうか。すげーのなんの。さあイーサージキャミーですね。これで全員回った、回ったかな、回ったっぽいね。さあ今のところでももう6勝してますからね。うーでかい、うまいマジ。はーい、あーザンギエフの怖さですね。このキャラ弱くないと思うんだよな。あフォークも弱くない、キャミーは弱いと思う。サガットはもっと弱いですね。さあスパイラル攻めにはいけない。
差し返し中足ペチッと、そしてここはスピンドライブスマッシャーだっけですね。はい、スイッチが止まってない。おーおーおお、盛り上がった。キャンディー使い結構リバーサルスパイラル出しちゃうんですよね。あれ何なんですかね。さあ歩いて弾いて、ここは中足、おお繋がった。どうなる。うわっ、うわ、しゃがみ強パンしっかり7勝。いやここは、川島さんね、こっからキャミー2連戦だからね。ダルシム受難の時ですね。さあカマシム対イサジ、この組み合わせも面白そうですね。スパイラルがうまく刺さった。これ松井さんが言ってたことなんですけども、キャミーは、ヨガファイヤーを水ジャンで避けた後、ナルシムの伸ばしてくる手に対して一番いいのは大スパイラルじゃなくて中スパイラルがいいと。細かいことですが、大スパイラルだと根元が当たるとダウンしないんですね。うおー、家近いよ。ねえだろ。さあ大阪、新大阪到着。おお開幕。うおー、しかしイサジ持ってく、スライディング、やっとファイヤーが打てた。フレームにスパイラル完璧。なんだと、なんだと。さあよくわからんことを起こしてくるカオシム、取りって今度は我慢、当たるからのフーリガン、このタイミングがきつい。めくりが、あっとミットしたが、ドヒル下だった。これはインフェルノ、実に川島らしい。さあ竹地川島の顔が曇る。さあなんとキャミーが4勝してますからね。もう7敗してますので、あと3敗で終わりです。このイベント終わり。みんな一勝はしたいですね。中スラ中スラ高め、ジャンプ中盤、あの技大変強い。おお、フーリガンいなくなる。カワシムの野郎すぐいなくなると。あーブルー、これはおお、シャムチューバースライディング対策、おお使ってしまった。うますぎる。さあ竹地キャミーのこのプレッシャー、おっとキャノンでファイヤーを避ける。あれは用意してれば落ちるんですけど、面食らいますね。ウェルノが出ない。おいおいおい、足の竹地なの。うおー、歩きキャノン、ドンピシャすぎる。さあしかし川島はすぐいなくなる。おお、読んでいたがバックジャンプドリルの方が強いと。バックジャンプ中パンチ、いろんな技を使っていく。見てから飛び、しかし投げられて、投げる、出ない。あ、やばい、フーリガン返した。これでさあバックジャンプチェキック。さあグリグラ、カワシムは手が忙しいな。手元を映しますか。これさ
カワシムの手元を映す作戦でいきましょう。どんだけいろんなことをやってるか。さあ支援客もらって、ここはテレポ、もうテレポで前に行ってますね。その後に出なくなるのが早いと。おお、うわさあもうみんなねテレポ慣れした方がいいと思うんですよね。僕バイソンで対策考えますよ。テレポに対してサギトミにねでかい短パンチを仕込むんですよ。一回しか使えないですけど。うわーだー。さあドリル、おっとっとグリグラ近くに行って劣化剣刺さる。軽投げ、もう一丁軽投げ、レッグいなくなる、いなくなるが体力はだいぶ取りましたね。ファイヤー燃えた、ジャックスのカラキャンファイヤー、手元が忙しい。何が目的なんだジャックスのカラキャン。まだ死なない、おおバックジャンプしっかりだよ。さあフェイロン戦は得意分野ですが、話と小エモンとやりすぎて他のフェイロンには結構負けている川島。おお、さあいらんことをしたがるがインフェルノで川島勝利。エンペルトン、さあダルシム戦ですよ。2周目、1周目と同じ人と当たりそうになったらやめますか、飛ばしますか。違う人と当たった人の方が面白いよね。さあ端っこでガスガスビジビジ当たって、うーんこれはしかし誰しもファイヤーは打てない前なんですよね。うわースライディング自爆ボタン、あー大爆発です、強気すぎ。さあさよならエンペルトがさよならしちゃうのか。特性は激流ですからね、危なくなったら水属性強くなりますよ。おお大吉、あー割り込んでいくインフェルノ、あれおおナメプナメプ最後高め暗い投げ。ペコさんな飛ばしますか。1回目やったよね、カーシムと勝ったのか。ああじゃあまあペコさん行きましょうか。さあペコが2周目、先ほどはカワシムと白に勝利ですかね。さあ波動拳、カワシムここまで4連勝中、今のところ最大連勝は4かな、どうなんでしょう。さあ波動拳もらう、おーおーおー、ドリルすんのかい、投げる確かキック確定、おお無理、ふぅスラスト強い。まあ、S 剣は波動拳受けるところは打っていきたいところですね。波動拳打たないと、さあ飛びよう、うまいがバックジャンプ強パンチ、ここ読んでいた。ってことは次の読み合いもあるぞ。うわっと
釣ってからドリル、とにかくドリルが多い。うまい今のインフェルノだったっぽいですね。インフェルノ、おー、なんかエグいのを狙ってた。あの場合の波動拳に対してジャックスラインフェルノがかけると、うわー、それは入らないよ、あぶねさあ、カワシムが勝利してミヤケンですね。シノマルさん次です。バーサス背景式じゃないです、あのカエレマテンってやつです。ワンピー側が白、農業、カワシムの3人で、これに10勝するまで終わりませんというルールなんですが、もうすでに7敗しております。さあ、膝つかみ、膝つかみ、うわっと手が止まった。それは手が止まる、しょうがない。あっと、いや、モロぐらいして、うまい、うまい、うまい、あぶねえ。さあ、ゲージは使わせた、うまい。姿一球しっかり昇竜拳見逃さない。これはきつい。おー、アニケン連覇をここで使っていく。さあ、ミヤケンもダルシムにあれだけ勝っている、剣を見ているだけに、このキャラいけるんじゃねえと、いやいや勘違いしてもいいでしょう。さあ、しかし痛い、勝利カスパ中段一文字連覇、今度は当たらない。しかし危なかったですね、今のは狙いは非常に良かった。竜巻を見逃しちゃうと投げと連覇で直卓なんですね、これはかなり怖い。空中で落としたいところ、テレポート、あれ頑張ればつかめそうですけどね。さあどうなる、立ち強キック、さあ立ち強キック、これは飛ぶしかない。カワシムが6連勝。篠原さん、かなりいい勝負だったが、カワシムが踏ん張る。さあ、シノマル竜、あれ、オレンジ色になってる。さっきもオレンジ色をわざわざ選んだんですかね、そしたら。さあ、手堅さはこの人も相当なもんです、シノマル竜。いやー、今のはいい飛びだったんですが、あっと漏れたインフェルノ食らって、カワシムやりたがりが出ている。そうですね、垂直ジャンプ強キックはダルシムのスライディングを潰します。あれはかなり強い斜めジャンプだとできませんね。さあ時間がない、抽選はタイムアップを考えて組み立てないといけない。さあ、立ち強パンからのフレーム、あれ結構ワセットにしてるダルシムも多いですね。さあ、端っこでいろんな技を使って立ち強パン、波動は避ける。いやースライディングカラー繋がってないかな。さあ、ムーダルシム、同キャラ戦来ちゃいましたね。あれ、 DJ でもいいんですよ。あー、カワシムタイム、強キックカラー、赤みが入ってる方がカワシム、全体的に青っぽいのがムー。インフェルノ当たらず、全然読み合いが分かりません。うわあああああ
ああやりたがりすぎですね。さあ掴んで、これはああインフェルノやっとけよかったのに。いや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 、今のもったいないですね。さあムーダルシムいっちゃうのか。フレイムいてい、れれれれれ、これは投げる。おおおおお最後はバカになって、さあ白龍ですね。ワンピーガーはこれで8敗です。発敗したので農業をかわして沼で回って終わりですね。さあ白のダルシム戦再び、先ほどは白龍が勝っております。ウィンウェルの釣られない竜巻からの投げる、なんか逆転している。おーっとユンピョ落としちゃう。さあヌンピョ、ヌンピョより読みづらいですね。ムンピョンは次がトコさんですね。あー遠くで打ち合って、おっと危ない。あうわー大昇竜で元大ゴス我慢、うん、珍しいですね今の我慢は。さあムンピョもう一丁、相模中盤の使いどころがうまい。波動拳が相模状態から出てくるのでタイミングが絞りづらいですね。真空使って時間使って終わり。開幕ファイヤーもらって中ゴス立ちぐらいしてダイヤ絞りもらう。押すりすぎです。ぶつきもらう。これはスライディング、やり返して画面真ん中まで持っていく。いつの間にやる画面端、しかしファイヤーハローで1回で切り返す。画面全体を使った大昇竜投げる。おっと危ない危ない危ない、あっこで食らうと消えますからね。うおー白龍に2連敗するのか。あーここぞという時のヨガテレポ。さあ消していく、これはあるよ昇龍素晴らしい、いい勝負だった。どこ、いやーやっぱり派手な負け方しますねいい試合だ。いや削りで終わってますね。さあ東光残儀歩いてって残儀の飛びに対して根元昇竜しましたこの人。さあおっと投げられた、大足大足ファイヤー波動済んでますよこれ。端っこ超きつい、スクリューからのうわーしゃがみ中盤、スクリュー届かない周りだった。開幕フラパワーからいく。さあトーク結構アグレッシブにいろいろやってくるタイプですね。さあダブルラリはとりあえず避けるだけでも十分。うわーピヨンのがアッパー処理かっこいい。お、キャラ変えんのか。
はい、では2回転バイソンまたですね。さっきは2回転さん勝ちましたが、ここやっぱりきつい。立ち中盤機能、あー、おもむろにクレイジー、厳しい。あ、この前が厳しい。コパンで止めて波動、こうなんか強い竜の人が見えない波動を打っていくみたいな話をしていた気がするんですが、ただゲージ溜まってるからそう打てないという状態ですね。さあ、ワンピー側最後ですね。最終ライフです。農業残機。さっきはこう残虐映像と言われました。お、投げ返してアッパーでしっかり対空。相打ちでもいいですね。もうこのタイルだったら。あー、さすがに。あ、ケイラリで返されちゃうのかな。仕込みしっかり反応してる。うー、さあこの突進を止めればザンギそこから殺せるという感じですが、しっかりダブラリに中腹からダッシュストレート、うー、歩いて弾いて、お、タクですね。普通に歩いた。あ、これはリーチだったんですけど。さあ最終ラウンド噛みついて、もう必死のリバーサですね。さあそんなこんなでゲージ溜まっておりますが、バイソン側は多分あんまりこうやすやすとクレイジーは出せないですね。ガードされちゃうと確定なので。おお、ヘッドが当たって削り切った、2回転勝利。これで 2P が10勝ということで、イサリさんまで。じゃあ、イサリさんが、2P 側の最終の、メンバーなので、まあ、エキシビジョン的に。だ、これは相当辛いカードじゃないですかね。投げ間広い、飛ばないといけないけど全部ヘッド、これですね。厳しい。あ、Pラリでもクレイジー返せるんですね。あ、すいません、こう適当で。犯した後がしゃがんでるだけで死ぬっていうのが厳しいですね。相当これどうすんの、これ連キャンしてんのかな今の。あー、投げ返されて、ということで今日はこれでおしまいですね。はい、じゃあイベントはこれでおしまいでございます。ご視聴ありがとうございました。
こんばんは、川島です。今のお出会いしてるのはグリグラ君とミヤーさんのミヤキャンですね。ヘイロンが有利だそうです。
A ロンが7近いんではないかと、73近いと。さあ波動が打てない。さあ相模中盤、あ、これは創造フェイロンさんの場合はもう剣側が3ぐらいしかないと。レッグガードして、さあシャガッチュー長い。黙ってしまったところを投げに行く。剣も前歩きはだいぶ速い部類ですが、ヘイロンはさらに速いんじゃないか。垂直避ける。ヘイロンは垂直で弾を避けるのが上手い人ほど強い気がします。グリグラさんに入りましたね。ムーダルシム対グリグラフェイロン。さあムーさん、フェイロン戦は結構やっていますが、どうなんだ。ナイスナイス。ファイヤーファイヤー。見てからコスラ、今死んでなかったらちょっと気まずかったですね。レッグをねコスラで抜けるのも結構ちゃんとタイミングを見計らっていかないと先に出てしまって起き上がってしまうと、そういうレッグの押し方もあるので、全部が全部コスラでいいわけではありません。インベルのガードは飛ばれている。さあ今のはちょっともったいなかった。ヒット確認が少し遅れてしまって逆に投げられてしまったね。さあ悔しがるギリグラ君。開幕ライスラー、おっと惜しかった、箱が邪魔だ。さあ投げ返す。さすがしは間に合わず強気に歩いて投げました。開幕を壊し、それからターゲット、大パン大パン、さよなら。開幕相模5番ヘイロン側は何もせず、さあこの場合はヘイロの前です。さあ皆さん暴れまくる。さあ今にガードガード、さあこれは見切っている。さあレッグが出なくて、さあこのファイヤーの距離はきついですね。どうするバックジャンプダイバの距離からですね、いかに、まあ、レッグだとね見られて投げ返しをされてしまったりする距離ですね。あの距離をいかに詰めていくか、なかなか触りにいけない。さ
ジャックレックから支援客、しかしはこれ2回目の支援客当たって飛び込んでいく。さあここから投げにはいかない。さあ投げに行った時だけムーさんは暴れている。さあ一角で触れたが、これは劣化神拳が出なかったか。お投げ返す、うまい。さあ、チューチュー、ファイヤー飛ばれている。出ない、投げる。先生、入れ。ヨガファイヤー、大ファイヤーでしたね、今。宮剣が入りましたね。剣ですね。宮剣、さっき闘魂さんと飲んでて、はいはい、あの宮剣と一緒に、あ、そうなんです。今度のカムジャパのメンバー3人目どうするんですか、はい、っていう話をしたら、あのちょっと若手の伸びしろある人って言ったら、はい、あ、宮剣とかって言ったんで、宮剣一気にカムジャパメンバー入りかと。あ、そうですか。はい、そんな話が。でも仮仮って言ってました。過去仮とりあえず仮だからって。なるほど。だから多分もっと強い人他に取ろうとしてるところがあって。あそこはね、コンセプトは一応そんなだけど。そうもう一応行って、なんか飲んでる酒の場だからちょっと行ってみただけみたいな。あ、宮健しかもベガだ。なんかね、宮健この前言ってたんですけど、はい、ちょっと最近なんか健に対してなのかな、モチベーションがちょっと下がってるっていう話で、ちょっと大会前でなんかあんまりいいタイミングじゃないなっていう話をなんかしてて、ちょっとニカさんに相談したら、なんかサブキャラちょっとやって、しばらくサブキャラやってるとまたモチベーション上がってくんじゃないみたいなこと言ったんですけど、あ、なるほど。どうなんかね、今ね。ダルシムにサブキャラがきついと思いますよ。きついですよね。とりあえずね、サブ使って勝てるっていうのがなかなかないですよ。そうですね、強いですからね、みんな。キャラ差を埋めるぐらいのね、サブキャラのスキルがなかなかないと、ね、サブキャラでもバイソンとか使わないときついですよ。あー、そうそう、友田さんのね、バイソンとかサブキャラでもきついですけど。おっと、なんか剣に戻っている。さあ、サブキャラから戻ったらなんかモチベーション上がったか。たった1回で。剣側からすると、うん、ダルシム戦って結構 やりがいがあるカードだ。あー、そうですね。ガイルとかと似た感じですか。あー、ガイルとはちょっと違うんですけど、でもまあ系統としてはそうかもしれない。なんかお互い対応だから。お、いいレッパー、しかも中盤キャンセル、おしゃれ。あの竜巻からのなんかレッパー好きですね。あれでも事故りますね。俺もさっき事故りましたけど。そうそう。あー、やめてあげて。とケンタルシはね、難しいと思いますよ。おっと、オビンちゃんダイバン取ったが、ライディングが強い。頑張れミア。やっぱり剣だとなんか結局ダルシム側に動かされてる状況になっちゃってるときついかなーっていう感じですよね。やっぱりファイヤーを打たせない、なんかプレッシャーとかをね、感じさせながら、うん、誰しも逆に動かしていくぐらいの。なんかファイヤー打って飛んでもいいんだけど、飛んだ時からのタクみたいのを、はいはい、まあ、あの松井さんよくやってるじゃないですか、竜巻とね、パンチとか。そうなんですよ。そうそう、あの竜巻があるとね、そう、うかつにこうなんか構えてらんないで、ね、でなんか掴みに行けるし、はい、そういうところがやっぱり掴んでからのが誰しも嫌だと思うんで、はい、動いてて逆二択を常にかけてるみたいな感じが、まあ、剣側の楽しさっていうか、なんか狙いになってくると思うんですけど、それがなんか逆二択かけられない状況のままだと、まあ、単純にあのダルシムのいいペースになっちゃうっていう感じですね。トップスピン、トップスピンって、はい、コマンド
速くないとダメですよね。トップスピン、2種類入れ方あって、あ、先にあれか先行入力入れて竜巻のコマンド入れてから飛ぶ方 と、はい、あと飛んだ瞬間にも入れてる方とレックみたいな入れ方ですね。そうですね。その代わり先に、まあ、レッグ見た感じで、はい、コマンドが入れてから前へ行こうとすると先にこうですよね。236入れて、はい、7行くんですよ。まあ逆ワンピー側だったら、はい、2149ですよね、はい、でそれでやると台のトップスピンとか、はい、受付入力中になるから最後の着地ギリギリまで技の判定が残ってるトップスピンになるんですよ。で先に飛んで、はい、9から例えば 1P 側からだったら963あれ9かな9214って入れると、はい、飛んだ瞬間に、まあ失敗したらビヨーンってなんか変な斜めに飛んでいくんですけど、はい、トップスピンになってても下の方に判定残ってないんですよね。だからなんか一応軌道は似てるけど判定がちょっと違うって。え、僕どっちかっていうとその最初に飛んだ瞬間に入れる竜巻のコマンド苦手で全部先に入力入れてるんですよ、竜巻だけ。それどっちが使い勝手がいい？僕単純になんか台のトップスピンが好きだからその先行入力のやつしかやってないんですよ。ただ単純に派手だからっていうだけで。それ大中小で軌道が違うんですか？例えば飛んだ後に1回、まあ、ジャンプキックとかなんか当てて、はい、そこからトップスピンを弱中強で使い分けると相手の裏に落ちるか落ちないかとか。あら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 、そんな感じ。めんどくさいのある。そうですね。ガエル戦の最初に、はい、開幕の前でトップスピン入れるとちょうどガエルの裏に落ちるんですよ。じゃあそこで投げか昇竜とか2択かけるとかできますけど、竜はできないですか？竜も基本できますよ。ただ竜の方がなんかちょっと受付の入力短いのかなって感じなんで、やってる感じだと台のトップスピンとか出すの難しいですね。あ、僕はなんかエスキャラ本、エスキャラスーパーの、はい、ヨガ本のやつに載せようと思ってたんですけど、はい、結局削除されてましたけど、トップスピンは、はい、剣だからかっこいいと思ってるんですよ。で、まあなんか癖あるところが好きですけど、竜とかだとトップスピンやって剣みたいな立ち回りもできるけど、なんかもっとこうどっちに構えてる竜の方がかっこいいから、だからなんかそういうトリッキーな動きはちょっとなんじゃない。ただ真空当てた後とかそこでなんかまあトップ波動とかもそうだけど、移動で弱のトップスピンで前行くってあるじゃないですか、はい、あれは別に竜でいいと思うんですよ、あれは。ただその裏落ちするのを狙ったりとかする竜のトップスピンはなんかちょっと竜っぽくねえなーみたいな。キャラ愛が足んねえんじゃねえかなみたいな。キャラ竜ですか？そう。キャラい竜は嫌だ。そうなんですよ。剣はでもチャラくていいんですか？チャラくていいです。そう、派手なの狙っていいんですよ、全然。だから松さんの剣が最高ですね。派手だなこれみたいな。本当トップスピンが本当厄介でね、すごいプレッシャーを感じながら戦わないと。あれ一回ね、はい、弾をあれトップスピンで割り込まれて、はいはい、あれ一発で死ぬんですよ。あ弱中とかでやってるトップスピンで最初に飛んでからの入力の方だったら結構技漏れが少ないんですよ。トップスピンがタケコプターとかならないんですよね。先行入力で先に竜巻入れちゃうとちゃんと斜めに行ってないと上に行っちゃうタケコプター乗っちゃうんで、謎のどうやったら出るのか俺はよくわかんないですけど、なんかやろうとしてたまにあれ出ちゃう時もあります、ね。だ基本的に前飛びを先にもう入れてるから絶対トップスピン失敗しないんですよ。弱中も受付も長いし、だから基本的になんだろう、本当に立ち回りの中で見知らないトップスピンで組み込んでいくんだったら飛んですぐのトップスピンの方が絶対ですよね。ただ飛んですぐのトップスピンだと下段まで残ってないと、そうか、あと台が出しにくいとかしゃがむと疲るやつですね、うん、そうそうそう。なるほど。僕基本的にトップスピンは台でしか出さないっていうそういうこだわりがあるんで、これもう X やり始めた時から。でも三宅が最近そういえば、はい、トップスピン全然やんなくなったんですよ。
昔ね、なんか信用できないんだね。なんかね、昔はなんか宮健ってバーサス来た時ずっとトップスピンばっかやってるなと思って今日もあの飲んであとヘイって、はい、彼の動き見てたけど、はい、うまくなったなと思ったんだけど、トップスピンがなくなってるからなんかちょっと三宅らしさがなくてでまあケンチャラくねえと、そうチャラ、まあケンってでもそういうもんなのかなっていうさあ黄色い DJ はムー DJ です。ムー DJ、 ムー DJ、ムージェーちょっとお賛否でいいですか、ね、ムーディーだな、ムーディーな J だ。じゃあちょっとここで三宅さんがねマイクを持ってくるということで、ちょっと今ね川島さんと話をしてたんだけど、はい、三宅のトップスピン少なくなったなと、え最近三宅のトップスピン見ないなとなんかちょっと心境の変化があったのかなと。三宅といえばトップスピンだったからそうでしたっけいやしかも逃げトップスピンが多いっていうそして間に合わない近づいただけ、逆に近づいて今からこっから置き締めとかいろいろするんじゃねえかなと思ったら逃げトップスピンで逃げていくっていう心折れてる証拠ですファイルが詰まって、あこれは宮健初マイクだ、宮健初マイク、いや行かないですねいや全然もうぜひマイクをこれから、いや知識が何にもないんですけど、ね、知識関係ないでしょ、喋りたい時喋りたいこと喋ってればいいんだもんまあ、ケンっていうキャラはかっこいいし面白いしっていう、ね、いや本当実況でね、なんかあの東西戦の中でのこう実況とかだとやっぱりこうある程度尺が決まってるから話したいこととか、なんか知識もあって回転が良くないとダメだけど、まあダラダラしてるだけだからこれ垂れ流しだからたまに東西戦試合中でも関係ないまま2ラウンド目の後半ぐらいまで進む実況はありますもんね。あの東西戦のね、大体あの前半3分の1あたりはそういう実況でいいと思う。なるほどそっちの方がね、なんかダラダラしててプレイヤーとか紹介できるし、あんま試合の内容はどうでもいいかなみたいな。なるほど3分の2超えてくるとちょっとそれだとあの視聴者様からそろそろいい加減にしろとタコ様、まあの叩かれるパターンになってくるっていう、そうタコ様適当すぎとかで言われちゃう頃になっちゃうんで、いやなかなかこうマイクじゃなくて試合で見せるようになりたいんですけど、最近全く勝てないですね。なんかちょっとねこの前もあのモチベーションの話で、そうですね、ねあれまだ変わらず、あれは昨日のかける5のおかげで少しやっぱチーム戦っていいもんだなっていうモチベーションがちょっと応援してくれる人がいるっていいですね。バルログをに剣を当てたいって言ってもらえたので、はい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 、そうですね、やっぱりその役割を担ってるからこれ答えてあげなきゃなって思うと、チームのメンバーのためにっていうのと、やっぱり剣のキャラクターの仕事がある役割があるから、そこはちゃんとできるようになりたいっていうね。そうですね、そこで一皮向けていくんだろうなっていうのが、やりたいことをやるんじゃなくてよっていう、そうだね、そうやりたいことやってるとね逃げトップスピンになっちゃうからね心折れてるんですねそうね、確かにケンはね、あのシュウさんがそうだけど、はい、ね、バルログを本当殺してくれるあの安心感があるとね、そうですね、かっこよさは出てくるから、そこでケンのかっこよさ、爆発力、火力っていうものが出てくるんだと思うんですよね。シュウさんもね、なんかそのあのバルログ戦の強さになんか買われて、マオさんがね、来年は一緒に組みましょうってもう言ってるから、素晴らしいことだと思いますね。やっててね、なんかやっぱり対戦相手からなんか嫌がられて逆になんか組んでほしいとか言われて結構名誉だからね。そうですね、やっぱもう1年後のオファーがあるってことだから、そういう意味ではケンってね、なんかやっぱりそのマッツンさんとかニケンさんとか、はい、あのシュウさんもそうだけど、本当上手い人たちが揃ってるから、はい、あの上目指す、なんか目指す参考にしやすいっていうか、
いいキャラだと思いますよ。そうですね、飛び道具、無敵タイプ、突進技、中段、全部固め技、うん、全部揃ってやれることは無限にあるんだろうなっていう。いらない技あるけどね、さっきの希望の技が一つあるんですけど、あれ何のために使うかよくわかんないですね。俺もあれでちょっと心折れてるから、あれあれごちゃった時にあれで対空した時に狙ってましたっていう顔しますけど、ね、今ので落として俺はめくりに行くんだみたいな。それあれでしょ、その狙ってましたの顔って、鎌田流の直伝でしょ。あの人変行くとなんか絶対なんかネタっぽいのやるんだけど、実はなんかたまたまで、でもなんか済ました顔してると狙ったように見せられるからとか言って、もう焦ったところをバレてはいけないし、そう当てようと思って当てたんだよ。まあ、ポーカーフェイスさんも必要だよね。そうね、だから本当にそれができればかっこいいけど、予期してないから。そうですね、そうですね、昇竜拳が出ればちゃんといいことなんですよ。いや、ストツってそういうゲーム性がいいよね。なんか予期しないところでなんかすごい技が出てたりとかね。そうですね、それをちゃんと技術としてこう仕込めるようになったりとか、ね、ネタとして持ってるのね、いいんだけど、やっぱ引き出し多ければ多いほどね、対戦有利だから。まあ、本当によくできた格闘ゲームだと思うので、ね、20年以上前にこんだけ完成されてるなんて、ね、だから元のシステムがすごいよくできてて、あとは調整していって今の形になって、今の形も結局偶然っていうか、なんかバグもあるから、なんかそこがなんか一つやってる人たちの人間的な部分とかも似てるかなって。そうです ね、なんか完璧はないよっていうところ でこの形で受け入れてる人も多いっていう。94年って言ったら X が出て、キングオブファイターズが出て、シンサムダーなんだって、格闘ゲーム全盛、バーチャファイターとかもそうですけど、ちょうど俺の感覚だとバーチャに少し食われちゃってみたいな、ちょうど 3D ポリゴン全盛の頃だったから、なかなかこの今でも研究が進んでいる第一線でやっている格闘ゲームってそうないとは思いますね。まあね、作り込みがすごいよくできててっていうね。なんか一説にはなんか人間が一番気持ちよくなるような、その人間工学もちょっと取り入れてるみたいな。あ、なるほど。パチンコとかスロットとか、はい、ああいうのもなんか、まあ、その動物実験も含めてだけど、はいはい、なんかこうやっぱり気持ちよくなる要素があって、やめさせない魅力というものを考えて作ってるってことなんですね。あ、ちょっとそれは納得できます ね、いくらやっても飽きない。フレームが60で、60分の1でやってるのも、うん、なんか人間の脈拍とか。あー、なるほど。な、脈拍1分間だけど、まあ大体そんな感じの、なんか60っていうのはまあ一つの人間のリズムに合った気分な。そうそう、なんかちょうど合うようなところあるんじゃないかなって。なるほど。結構ね、やってるうちにどんどん病みつきになっていくっていうのは、なんか絶対何かしらね、まだに若い10代の子たちですら始めるっていうのは、うん、やっぱり何かしら人を引きつけるものがあるのは間違いないですね。まあ、だから僕たちはカプコンに踊らされてると20年以上カプコンに踊らされてるとそういうことですね。そうですね、強豪プレイヤーの試合を動画で見て若い人が始めるっていうのは、うん、大会にも出るっていうのはいいことです ね。だからグラフィック云々は別としても、やっぱりこれだけこう動かしてる感じが、ね、滑らかで、うん、本当にプレイヤー自身が気持ちよくなれるゲームってそうはないし、すごいですよね。その人間の今考えていることが画面に分かるときは分かるっていう、そうそう、素晴らしいですよね。なんか多分プレイヤーとかだと、まあ、みんなこうザンギとか DJ とか剣とか使ってて、それぞれプレイヤーが自分が動かしてるっていう感覚っていうのが、まあ、はい、バイクとか乗り物と同じで、はいはい、なんかまあどっちかってザンギ乗りですとか、はい、僕は剣使いじゃなくて剣乗りですみたいな、はい、なんかそういう乗ってる感覚に近いんじゃないかなって、はい、操ってる感じ。だ、あの車とかバイクとか、はいはい、人馬一体とかそういう表現使うけど、そんな感じか。なんか役に言うとね、宮剣だったらもう剣って言ってるぐらいだから、はい、剣が代名詞になるわけでしょ。そうですね、やっぱり剣動かして楽しいとか、この剣の動きは俺だとか、そういう部分が絶対あって、はいはいはい、それが逃げトップスピンなんだけどくどいけどね。それ心が折れてる時ですね、それ、うん、やらんでもいい逃げトップスピン。でもそこがね、個性だから価値格を逃すところとか
まあ そこがね今度から伏線になって、はい、逆になんかそれがあの勝利に結びつくような動きに なればいいだけだから、あのハンターハンターでいうあの会長のね感謝で昇竜拳、あ感謝昇竜拳じゃないや、感謝で聖剣好きをするときにまずこう拝んでから聖剣を打つと、その拝む動きがあの基本的にもう無駄な動きなんだけど、それを極めていくうちに一番速い動きになっちゃうみたいな。あなるほど、無駄な動きが逆にあの最善の一手になっちゃうっていうような、逃げトップスピンもなんかもしかしたら有効な手立てが、いや それすらも何かの仕込みに見えるんじゃないかっていう。本当は俺結構昔やってたんだけど、はい、あの逃げトップスピンやるじゃん、はい、やると絶対前すごい離れるから、あの玉持ちキャラっていうか、まあはい、特に道着だけど龍拳はあのそれに追いかけて波動拳打つと、はいはい、でそしたらまた前に戻ってくるトップスピン打っておけばそこで硬直心に何かを入れられるから、あだから逃げトップスピンで逃げたら、はい、まあ前が怖くてとかっていろいろ理由あると思うけど、基本そこから逃げてるだけだったら結局安定コードだけになっちゃうから、だったらそこでもう一回攻めるっていうところだと毎回前にトップスピンで逃げる。難しいですよね、場面場面によってやり方変えなきゃいけないっていう、上から飛ぶ時も有効であれば地上戦をしっかりやってっていう、結局一つってなんか上手い人ほど自分が動かされてる感があるでしょ、相手やっつけて、そうですね、いつの間にかこっちが動かされて後ろに下がっているっていう、そうそう、だからそこがいろいろネタのやり方で、あのさっきの逃げトップスピンから波動を打たせて前トップスピンで何かやるとか、そういうのもね、はい、同じことだと思うから、まあ、なんか自分なりのこうネタ見つけて、ただ結局トップスピンとか大技だから、はい、あのでっかいトップスピンやってると結局ただ、ま、ぶっぱしてるだけみたいな見られがちだけどねそうですね、だから松田さんなんてでかいトップスピン打たないじゃん、大体弱とか中のトップスピンをその場で出して裏回りとかでしょ、はい、近い回りとかだからあっちの方が反応しづらいし、そうですね、ただ見た目は大のトップスピンの方がかっこいいけどね、はい、って俺は思ってるけどチュンリーが逃げるのを許さないっていう気迫が見てて感じ取れますもんね、そうそう、あのトップスピンで空中で潰すっていう、うん、あのトップスピンの軌道だけは、まあ、理由もあるけど、やっぱり剣がやっぱりそのすごい見た目とかも合わせて、そうですね、でカラーとして合ってるから、あ、まあ、そこは本当いつでも出せるぐらいの、うん、知らないようにやってっていう、あちなみにそうさっき川島さんと話したんだけど、はい、ミヤケンはトップスピンの時ってどういう入力してる、はいはい、自分は逆ヨガからこうすぐ斜め上、ね、あじゃあ先行入力だ、先行入力、そうですね、竜巻先に入れて飛ぶって、そうです、ね、だからあの失敗すると真上飛ぶでしょ、失敗するとふわーってやる、そうそう真上になっちゃうね、シュウさんとかは先に前飛び絶対してから入れてるやつ、あなるほど、ジャンプしてから、そうあれだと上に飛ばないじゃん、あそうですね、うん、失敗するとあのものすごい勢いって、そうそうそう、すごいいっちゃいますね、そう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 先行入力のがまあなんだろうな、俺はかっこいいと思ってるんだけど、はい、ただなんかやっぱり飛んでからの方が本当は同じような軌道を出せるんだったら、はい、飛ぶまでの時間の動作の流れで竜巻入れてる分遅れてるから、はい、基本的には前飛んだ方が早いよね、なんか相手をこう触れるっていうか硬直時間でうまく、本当はあの竜巻トップスピン一つでもその人 あのコマンドの入れ方とかでカラーあるから、前なんか先行入力で大のトップスピン入れてるんですよって言ったら、昔もう本当に俺が復帰した頃とかはそんなやり方でやってんのみたいな話やって、みんななんか飛んでから入れてる人ばっかりだったから、逆になんか珍しいんだなって、いやそっちの方がちょっと自分の中で難しいと思ってるから、難しいから逆にそっちこだわってやってるみたいな、トップスピンを最初に世の中で見つけた人はどうやって見つけたんですかね。俺スーパーの時見つけたよ、出た時、出た初日で やってできるのかなっていう発想のもとですかね。最初にまずターボの時に空中竜巻ありましたでしょ、はい、で普通に前に行くじゃん、はい、でもターボの時の竜巻もその今の三宅の逃げトップスピンみたいな形で言うと、はい、弱とか出せばもうその場ですぐ後ろに竜巻行くの、
で、そこに対して竜巻、竜の竜巻とか無敵があるから、はい、あの登った時に、ね、はいはい、だからそしたらこう、弱の竜巻でトップ、空中竜巻すぐ出して、はい、後ろ下がると低いところで飛ぶから、そこに波動を打っていくのね、相手とか。で、そこでまた竜巻中とかで、竜巻出ればすぐ無敵時間あるから、あの波動を、そこで出かかり抜けて相手に当たるとか、そういうちょっとトリックの技があって、で、そうするとそれ後ろにしか行かないから、それを X、スーパー出た時に同じようにやったら、逃げトップスピンになっちゃうので、逃げトップスピンになってなんだこれってなるじゃん。で、そのもう先行入力でやってる感覚がわかるから、じゃあこれなんか最後間に合うんだったら、ま、斜め前やったらどうなのかなってやったら、ドローンってトップスピンになって、かっこいいなこれって。見た目のインパクト大ですよね、確かに、うん、あ、じゃあちょっと、あ、川島さんが戻ってきた、挑んできます。川島さんにマイクを変わります。リュウガエルだ、リュウガエル。いやー、優勢なぁ、ザンギなぁ。ザンギ有利なんすかね。青沢さん見てると、青沢さんの優勢本当かっこいいですよ。ザンギが有利だという人が結構多いんで、そこまで有利だと感じないんですけど、ね、あの各間合いでコパンをうまく使い分けて、しゃがみコパンと立ちコパンと使い分けて、本当に落とすの上手いじゃないですか、青沢さんって、うん、あそこまでできれば、まあ、理由がいいかなって。ただ川本さんは、はい、あの青沢さんってあの前歩くと後ろ下がってくれるから、画面走ってほしいの楽なんだよねって。川端さんね、画面走るとね、片目がうまいっすよ。本当なんだよ、ちょっと歩くとね、そのすぐ下がるから。みんな特徴あって面白いですよね。青沢さんはとりあえず画面をいつもこうやってね、なんか指さすのが、あー、ありますね。あれ、なんか何人かやってる人見るけど。なんすかね、あれ一回流行った時期あるんですかね。指差し確認、指差し確認。やる、もうガードしたが、何気にあれですよね、あのムーさんの竜結構強いですよね、しっかりしてて的な感じですかね、なんか差し指リスペクト的な動きっていうか。まあ、昇竜はね、そこまであの脅威と感じるほどではないんですけど、結構あの俺の適当な飛び食らってましたから、ね、あの本当は全部落とさなきゃいけないね、竜は。本当竜の波動は出が早くて、弾でかいから避けにくくて、打ってると気持ちよくなっちゃうんですよね、これ。あー、いますね、気持ちよさそうに。竜のね、波動気持ちいいんですよ。もうあんな打ってればいいだけじゃんって思っちゃうから気持ちよくて。そんなことない。もう大波動だけ打ってればいいだろって。でもあの、昨日の倉橋さんの永田さんの対戦の、配信ちょっとまた見直してたんですけど、ほとんど大波動ばっかりでしたね。永田さんも前なんか竜とかはもう大波動ばっかり打ってりゃいいんだよみたいなこと言ってたんですけど、もうほんとそんな感じですよ。本田側はね、弾よけかなり難しいキャラなんだって、大波動はやっぱある程度近い前になっちゃうと避けれないんですよね。避けないし、で、まあ、うまく近づけたとしてももうその時にゲージ溜まってたらシンクでまた逆らされちゃって、まあ、私切り直しじゃないですか、はい、難しいですよね。龍拳戦は龍が有利、龍拳は龍ですよね。でもそんな差はないと思いますよ、なんか言うほど 4.5 とか。ちょっと前に小江門が話してたんですけど、はい、
なんかこの X 剣の弱波動って隙が少ない、はい、出るまで遅いけど、あ出るまで遅い、画面端のこういう鳥かご状態になった時の、うん、X 剣の弱波動の鳥かごがすごい強いって言ってますよ。なんかただどっちかって言ったら多分波動の出が遅いけど、なんか影縫い効果になってるのが多分早技の発生の方が早いと思うんですよ。ああ攻撃判定はないけどっていう、はい、だからなんか結構X 剣とか剣の波動ってなんか近いところだと避けにくいところありますね。なんか特に剣とかやってるときって結構近い前で波動ベシベシ食らうんですよ。なんかそこら辺関係するのかなって、まあ体感ですけど、はい、龍の場合はその方を、同じタイミングでももう弾が出ちゃってるんですよ、攻撃判定部分が出てて。まあ、画面端とかでこう固めて取り囲してる時とか結構 X 剣とかでもまあ厳しいのかなって。まあ、全然僕検証とかしてないんで、もしかしたらタコ様レベルでものすごいなんか適当なこと言ってるかもしれないですけどね。タコ様はそんな適当なこと言ってるんですか。タコ様はだいぶなんか結構話を聞いてうーんって言ってるイメージです。東西戦の時僕が川島さんか誰かと当たった時に、はい、あこれはS 剣だからエクスキューでいけますかねみたいなことを言ってたらニコさんがいやこれはみたいな、さすがにちょっとね、まあ、僕はその適当さが好きなんですけど、どうやって酒にも飲んでるかもしれないね。今日はああいうなんだろう、いろんなことを平気に喋って、はい、教えてくれる、まあ、そういう人をなんか実況で言ってくれるって結構大事だと思うんですよね。みんな聞きたいところを聞いてくれるわけじゃないですか。あれ三宅なんで竜になってんの。なんかね三宅飽きちゃった。三宅からして1キャラ目は別キャラでもうベガに飽きちゃった。秋っぽいな三宅。ガイル使わないのかな。あガイル面白いですよ。あ竜ガイルでね、特に超難しいですけどね。ガイル他のキャラと比べるとなんか、でもアゼ君ぐらいの動きだったらできそうじゃないですか。ちょっと動いて中足させてれば、そこまで動かせないですね。あの中足が、まあ、判定は結構上がって強いですけど、はい、手が遅くて、はい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 、なんかちょうど台足を食らったり出したところに真空食らったり、あだからそこはアゼ君は、はい、真空持ってると中足振らないんですよ。だ長州さんが言ってるじゃないですか、アゼ君は、うまく別にないんだけど、ダメなとこがないっていう、ダメな動きをしないっていう、そこは固めってことですね。すごい硬いんですよ。だからやっちゃいけない行動をもうしないと。ソニックとかも遅いけど基本的になんかそういうダメな中足の振り方はしないから、それがアゼチューのゆえなんですか。そうですね、だと思いますよ。結構暴れるんですけど、はい、暴れる中足も、まあ、ソバトとかでやってたりするんですけど、まあ、基本中が多くて、はい、うまく刺さるからみたいな。いや多分竜側の行動分かってるんですよね。相手がここら辺だったら波動打つだろうなとか、まあ、アゼ君もね結構長いんでね。そうそうそう、俺と同じぐらいじゃないですか、ね、あ10年近いんじゃないですか。ペコさんって東西戦はもう最初の頃からいたんですか。なんか見直したら僕第6回か7回ぐらいから。僕青西さんから誘われたんですよ。どこだったんですか。池袋 の、 はい、ベガスで、大会とか文字、まあ、試合とかやってたら、はい、まあ、その時ちょうど僕はハイパー復帰して、はい、なんかその青西さんが君うまいねって
なんかバーサス、バーサス行けばみたいなこと言われて、イベントやってるよって言って、バーサス行ってみようと思ったけど場所が分かんなくて、この辺をまさかね、こんなマンションの一室にあるとは。15分ぐらいぐるぐる歩いてましたよ。俺も初めて行った時、まさかこんなビルの中にあると思わなかった。逆に怪しくて怖かったと思う。でここで僕この時初めて行った時、イベントやってなかったのかな、ただ X 置いてあって、でその時に行ったらたまたまなんか一人チュンリの人がいて対戦ずっとしてくれてたんですよ、はいはい、で終わってからありがとうねみたいな感じですごい仲良くしてくれて、はい、でそれがあの名前とか聞いてたんですけど全然覚えてなくて、でなんか総裁選とかで結構人集まりになった時にあの人かなこの人かなって思って声かけたんですけど、みんな近くて、で最終的に分かったのが東條さんだったんですよ。あーレアキャラですね。で道場さんが久しぶりに東西線来た時に、あーあーあの時のみたいな感じ言ってくれて、あこの人だったんだと思ったけどまたいなくなっちゃった一時期ね。一時期結構来てた時期もあったんですよね。そうそうそう、今はもう全然来なくなってしまいますね。結構強い人でしたね。なんか相模中圧戦ですけどやってましたよね。あーそうそうそう、やってますね。相模中央テニスずっとやってましたよね、東條さん。大好きでしたね。大好き大好きだった。ずっと維持してみたいな感じで。さあ、ミヤ君の剣が白くなっている。ミヤ君多分もしかしたら、はい、地上の足の差し合いも少しこう極めれば相当いけるかもしれないなって今は思ったんですよね。あれなんか剣で差し合いするとあの変なそう変な足が化けちゃうから、あのナタかカマかわかんないですけどなんか出ますよね。出る出る。でもあれもシュウさんが、はい、あの同じようにそこの部分やっぱ通ってて、レバーの操作で必ずニュートラルを通せば、はい、あの足技化けなくなるって言って、でただそのニュートラル通さないで、まあ、波動とかのコマンドのあたりのあの辺と通過させちゃうと技化けちゃうから、はいはい、必ずニュートラルって言っちゃうんですよ。でそれをなんかずっとシュウさん練習したらしいですね昔は。そこら辺とかの努力があって初めてこうあの今のうまさとかあると思うから、まあやっぱり今の県の最近来てる人たちとか若手の人たちは覚えた方がいいかなって。僕はもうそこを捨てた人間ですからね。 S 県だとそれないんで。そうか、 S 県はそうですね。そう、負けることがない。というかね、あの最速で台足出すなら絶対最短経路で行くしかないんですよ。そしたら真ん中のニュートラル通してるとかそんなの絶対遅くなっちゃうだけだから、やっぱ足払い戦が面白くてやってるんで。逆に本当にあの剣と龍剣戦でちょっと中足とか大足とか差し合う前のところ、はい、あそこが XK の強みだったりするんですよね。二択かけられたとこだから、はい、そこの、差し合いが上手いから初めて生きてくる立ち回りになるんだけど、そこがまああのに飛ばして落とすだけの動き、あの波動と昇竜とっていうのを基本にしちゃうとやっぱり龍とかと比べたら全然性能が違うから、はい、そこの足技は剣だったらもうコンセプト的にももともと足癖悪いキャラなんだから、あちょっとね、そういった足払い戦地上戦をもっとこう極めてほしいなって思ったんですよ。お削り切った。さあムーさん何使うのかな。何ガイル。おザンギ、ムーザンギ。あ、カバンちゃん帽子脱いでる。さあ、農業さんがいる前で、おー、紫さん。おい、ゲスト来た、ゲスト。なんと、紫さんが登場。明日仕事じゃないの。明日帰るんだ。おー。今日何してたの。あ、ランブル。紫さん変わってもらいますね。池袋どこ行ってたの今日。うん、あ、ヘイコ。あさっき 俺とか三宅ヘイにいたんだけど、さっきヘイにいたんだけどないないから。ヘイ誰かいた。あまだいたんだ。うん、
あ、じゃあね、バイバイ。投稿お帰りです。あと青葉さんじゃん。青葉さんいない。あ、パレス、あ、やっぱあれパレスタンだったんだ。ちょうど俺が、俺と三宅が、こっち来るときになんかピンクのチュンリが画面出てたから。あ、トーコンさんとアオツンさんと今日ミヤケンとタケキさんで飲んでて、そうそうそう、あ、あとあれだ、クサくんもだ。ね、5時半ぐらい、5時半から、あ、お疲れ様です。5時半から7時前まで飲んでて、で一回その7時からヘイに行って、でここのイベントに合わせて8時ぐらいに出てったんだけど、投稿さんとかはどうしますって言ったら、俺たち帰るからって言ってたんだけど、まだヘイにいると。ちょうどじゃあ本当入れ違いだな。あー、はいはい、いやー、あ、そうなの。そんなことよりちょっとやってってくださいよ、紫チャレンジ。はい、そうそうそう、入ってる入ってる。でも拾ってないから。いや、でも前夜祭はすごかったね。なんかベガのレジェンドっぷりが揃ってるから。すげえメンバーだなと思って。ああいうの年一でやるといいよね。ああ、そうそう、みんなね。県6人しかいなかったけど。ちょっとの試合やってこっかな。10時半。じゃあちょっと垂れ流し配信してます。見ててください。
1、はい、